はい、皆さんこんにちは。今日はこのヘッドライト、これを取り外して同じ純正品になりますが、こちらに変更します。どうして変更するのかというと、もちろん基板でいるのが一番ですね。いつもは基板だら毎回磨いてました。右も左も同じような黄ばみ方です。黄ばんだヘッドライトどうやって磨いてるか、一度動画を出しましたが、あれを毎回やるのはなかなかきついということで、とりあえず数年前に購入しておいたこちらに変更しておいて、で取り外す方ね、これを空割りして、ここにあるレンズね、これ新品です。これに変えると。ビニールに包まれてますが、これ純正ではなく社外品です。これも数年前に購入しておいたもので、こちらを外して空割りして交換するとなると結構時間かかるので、1日2日では無理と。なので比較的綺麗な方に交換しておいて、また後日空割りしてレンズだけね、交換します。耐久性がわからないので交換に踏み切れなかったと、予備があるので今回はチャレンジしてみます。耐水ペーパーで研磨して、特殊なクリアを吹き付けるという方法もありますけども、ヘッドライトにこのクリアを吹き付けるというのがかなり抵抗があるんですよね。なので私は多分その方法はしないです。こちらのヘッドライト、パッと見は綺麗です。光の加減で黄ばみは見受けられますが、気にはなりません。若干傷等もありますが、この辺はいいでしょう。ヘッドライトの外し方の動画も出してますが、それと同様に今回ね、バンパーは取り外さずにヘッドライトだけ取ります。グリル等は外して、あと横のモールね、この辺も取ると。ジャウスのランプステ、T30 用です。あり合わせのブラケットで取り付けましたが、結構しっかりとついてる。さすがに黄ばんでますね。もう全然違う。ヘッドライト外すとこうなってます。もちろん各コネクタ取り外す必要があると。でこれがウォッシャータンクね、もう結構大きいです。見た感じ錆はあまりないです。この辺ぐらい。あとここにフードロックにつながるワイヤーがある。
左はこうなっていると。41ブロックを通過したとき、エンジンが下がるのでパイピングの位置関係も変わると、ここに若干干渉していたので、コアサポートね、ここ削ってます。取り替え完了。まあまあ綺麗ですね。取り外しのしやすさは、若干下に配線がついている左の方が楽です。右の方はいろいろ引っかかります。配線ね、止めてあるんでここを外す必要があるんですが、脱着としてはこっちの方が断然楽。気になるところ一点言っときましょう。右のフェンダーのチリね、ここ、このぐらいなんですが、左側結構ずれてます。なんかフェンダーの位置が合ってない気がする。この辺の調整はまたしておきます。しばらくこれで過ごして取り外した方、空割りした後、この中ね、メッキの部分を黒くしようかちょっと悩んでます。開けてみないと、できるかわからないので何とも言えませんが、またやってきます。今日はこれで終わりにします。次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。